こんにちは。早速ですが、こちらの文をご覧ください。余裕がある方はちょっと動画を止めて考えていただけると嬉しいです。はい。そして1文目なんですけどね、この there is からこの communication なんですけど、こういうふうに見とった人いませんか？現在、私たちはコミュニケーションの取り方における大きな変化を経験しているところだということを主張することはできない。ただ、これちょっとおかしいんですよ。何がおかしいのかというと、後ろの文を見てください。後ろの文には、その変化の2つの最も明白な象徴は、携帯電話と E メールであるって書いてあるんです。ってことは、すなわち変化は起きてるんですよ。でも、こういうふうに意味を取ってしまうと、変化が起きていないことになってしまいます。という中でですね、今回の授業のポイント、そのポイントはこの、argue。この単語にポイントがあります。そしてこの argue ですよね、原型。これは主張するとか議論するっていうふうな訳語を単語帳とかで覚えた方もいるかなとは思うんですけど、その訳語のさらにもう一つ深くまで、すなわちこの単語が少し醸し出すちょっとしたニュアンスみたいなものまで覚えておくことが有効な単語です。じゃあそのニュアンスはどういったものなのか。それはズバリですね。相手の存在っていうものがほのめかされる、そういった単語です。 argue、 give、 この拳を握ることが入ってますよね。イメージとしてはですけれども、 argue っていう単語は拳を握ってファイティングポーズをとって敵に対して自分の意見をぶつける、そういう戦闘的な単語のイメージを持っておいてください。そうするとここの英文はもう少しそのニュアンスまで意識するとこういうふうに言ってた。カン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 とファイティングポーズをとって敵に向かってぶつけることはできないになるんです。なぜなのか。敵がいないからなんですね。敵がいないとファイティングポーズをとってぶつけることなんかできませんよね。そこから、はい、この英文の正しい解釈にたどり着きましょう。現在私たちはコミュニケーションの取り方における大きな変化を経験しているところだということは、議論するまでもないとか思い切ってということに反対する人はいないとか、そういうふうに意味をとってもいいかもしれません。これで後ろの文との整合性が取れました。ありがとうございました。